おばあちゃん、これは何を育ててるの？幼い私に祖母は、こっちの田んぼはお米、あっちの畑は野菜だよと教えてくれる。いっぱいあるね。私が言うと、祖母はにこやかに笑った。私の名前はかなみ。21歳で、実家で農業を営んでいる。うちは代々農家だから、私も昔からよく手伝っていて、農業が好きだった。だから高校を出るときに迷わず実家で働くことに決めた。うちの土地はかなり広くて、今、私は田んぼの一角を任されている。両親や兄夫婦は別の田んぼや畑を管理していて、手が足りなくて人を雇っているほどだ。実家では両親と祖母と一緒に住んでいて、離れには兄夫婦が住んでいる。祖母は今年で60歳。そろそろ誕生日を迎えるので、何かお祝いをしたいと考えているところだ。兄と相談をして、どこかで食事会をしようという話になった。それなら、おばあちゃんが前に言ってたお寿司屋さんはどう？私が言うと、兄もうなずく。祖母の友人の夫がやっている寿司屋で、祖母の友人は、おかみとして働いているらしい。何度か祖母から話は聞いているけど、少し敷居が高くて、私はまだ行ったことがない。祖母には場所は言わず、当日に驚かせようと思っている。私が予約の電話をすると、おかみが出た。この人が祖母の友人だろう。私は名前を言い、祖母の還暦のお祝いで予約したいと伝える。八重子さんのお孫さん？と、おかみは祖母の名前を言って驚く。そんな大切な日にうちを予約してくれるなんて、ありがとうございます。サービスしますよ。おかみは弾んだ声で予約を受けてくれたので、私は当日がより一層楽しみになった。そして、祖母の誕生日の当日。おばあちゃん、お誕生日おめでとう。夜はみんなで食事会だから楽しみにしててね。と、祖母に言った。あんなに小さかったかなみが立派な大人になったんだもの。私も年を取るはずだよ。そう言いながら笑った祖母は、どこで食事をするのかと聞いてくる。あ、それは、内緒。後でお兄ちゃんが連れて行ってくれるから。私は、祖母の嬉しそうな顔を想像して、ニヤニヤしてしまった。今日は早めに農作業を終えようかと思っていたが、知り合いから連絡が入った。うちは余っている畑を貸し出していて、都会から移住してきた人や若い人が主に借主だ。その畑を貸している人から連絡があり、新しく野菜を植えたいので、育て方を教えてほしいという。私は食事会の前にその畑まで行くことになった。時間的にはそのまま食事会に行くことになるから、動きやすい服装を選んだ。畑の借り主に野菜の植え方や育て方を教えていると日が暮れてくる。私は用事を終えると車に飛び乗って寿司屋に向かった。しかし寿司屋の駐車場に着いても家の車が見当たらない。兄に連絡をすると出る時間が遅くなってあと少しかかるという。もう予約の時間になるので先に入って店に話しておくことにした。いつもは通り過ぎるだけの高級寿司屋だ。私は緊張しながら入り口のドアを開ける。すると、カウンターで寿司を握っている大将らしき人が私を見た。私は会釈をしたが、大将は私の頭からつま先までを見て、不機嫌そうに目をそらす。他に従業員はいないようだ。おかみはどうしたのだろう。そう思いながら、私は数歩進んで、大将に声をかけた。予約しているんですが、家族が少し遅れそうなんです。そう言うと大将は、はあ、と不愛想に言い、カウンターの席を顎で刺す。もしかして座れってことなのかな。テーブル席で予約を取っているはずなんだけど、カウンターなの？店内を見回すと、奥の席に夫婦が座っているくらいで、
他にお客さんは見当たらない。だったらテーブル席に案内してくれても良さそうなのに。私はひとまずカウンターに近寄って大将に話しかけた。テーブル席を予約しているのですが。大将はめんどくさそうに口を開く。今お上がいないんだ。予約のことなんて俺はわからん。あんたもうちょっとまともな服装はなかったのか?と、大将が私を睨みつけながら言った。まさかそんなことを言われるとは思っていなくて、私は焦って口を開く。あ、すみません。ちょっと畑の方へ行っていたもので。すると大将は舌打ちをした。農家かよ。よくうちの店に来られたもんだ。独り言のようにつぶやいているけど、しっかりと聞こえている。私はムッとしたが、今日は祖母の誕生日の食事会だ。せっかく祖母に内緒でこの店を予約したのに、祖母に悲しい顔をさせたくはない。私はぐっとこらえる。大将は私を蔑むような目つきで見て、寿司を握り始めた。私は仕方なくカウンター席に座る。家族が到着したら、席を変えてもらえばいいだろう。ため息をついてスマホを見ると、もうすぐ着くというメッセージが来ていた。私はほっと胸をなで下ろす。するとお腹が鳴ってしまった。大きな音で大将にも聞こえたようだ。大将は馬鹿にしたように笑う。注文は?大将に聞かれ、私は迷った。一人だけ何か頼むか、でもみんなを待った方がいいだろうか。いろいろ考えながら黙っていると、次の瞬間、ドンと私の目の前に小皿が置かれた。そこには、山盛りのガリ。え?私が顔を上げると、大将は私を見下しながら笑う。は、貧乏臭い農民にはこれで十分だろう。は?私はもう一度声を上げた。しかし大将は私の反応なんて気にもせず。うちの相場はわかってる?あんたみたいなのが来るところじゃないんだよ。それだけ出してやるから食ったら早く帰りな。という。私は怒りで眉間がピクピクしていた。祖母のためにと思っていたけど、我慢するべきなのか、店を変えるべきなのか迷っている。というか、今の私には怒りで判断ができない。この近くに食事会ができそうな店なんて知らないし、ここを出たら祖母の誕生日はどこで祝えばいいんだ。そう思いながらスマホで近くの店を検索し始める。すると入り口のドアが開く音がした。大将はそちらを見ると、私の時とは違って愛想よく。いらっしゃい!という。続けて、大将は驚いたような顔をした。八重子さんじゃないですか。今日はどうしたんですか?入ってきたのは祖母だった。祖母の後には兄が入ってきて言う。あと三人来ます。それを聞いた大将は慌てて言った。ああ、ご家族とお食事ですか。ああ、どうぞそちらのテーブル席へ。どういうこと?私はキョロキョロしている祖母と目が合った。ああ、かなみ、遅れてごめんね。その言葉に、大将が私を見て、お?という、後ろから入ってきた兄が、なんでカウンターなの?テーブル席予約したんでしょ?と首をかしげると、大将が青ざめていくのが分かった。私はため息をついて。ああ、そうなんだけど、さっきこの人が。と、大将を見て口を開くと、大将が慌てて大きな声を出し始める。ああ、違うんだ。違いますよ。ちょっとした勘違いで。どうやら、私に自分の行いをばらされたくないようだ。大将は、私の目の前に出したガリの入った小皿をさっと取って、隠すようにカウンターの中に置く。
そして私に向かって、さ、あちらのテーブル席へ。と言った。私はその大将の態度に、さすがに頭に来て不機嫌な声を出す。は？何言ってるの？すると大将はビクッとなって私を見る。ここの女将が祖母の友人だというので、祖母の還暦のお祝いでここを予約したんです。それなのに、あなたの態度は何なんですか？大将は慌てて言い訳を始めるが、一度口を開いてしまった私は、怒りが収まらなくなってしまった。お店に入って10分も経たないのにこんなに不快になったのは、初めてだわ。あなた私に、貧乏臭い農民って言いましたよね。私が言うと、大将は首を横に振る。ああ、いや、そんなことは言ってない、言ってないぞ。子供のように大きな声を出す大将。そこへ、両親と兄嫁が入ってきた。大将はそれに気づいたようだけど、後に引けないのか、私を睨みつけてくる。すると、また入り口のドアが開いた。大将がその人物を見て怒鳴る。お前、どこ行ってたんだ？遅いじゃないか。入ってきたのは、おかみのようだ。おかみは謝りながら店の中に入ってくる。その姿に祖母が気づいて声をかけると。八重子さん、お孫さんから予約の電話いただいてね。お誕生日なんですって？と、おかみが笑顔で言う。祖母も、ありがとうと言って笑顔を返すが、でも、なんだか困ったことが起こってね。と、おかみに言った。後から入ってきた両親や兄嫁が、私や大将の様子に困惑している。私は、大将が謝らない限り、許す気はなかったので、予約したのは私です。でも、申し訳ないのですが、今日はキャンセルさせてください。という。何があったの？と、母が心配そうに言い、父も、ああ、楽しみにしてたよな。と、私の顔を見てくる。おかみも、どうしたのかと私に聞いてくるので、話そうとすると、大将が横槍を入れてくるので、話が進まない。すると、さっきから奥で食事をしていた夫婦が、大将が彼女のことを、もっとまともな服装はなかったのかとか、貧乏臭い農民だとか言ったんですよ。うちも農家なんで聞き捨てならなかったけど、私たちが出て行ってその子一人になったら、何言われるかわからなかったし、他の人が来るのを待ってたの。という、私は夫婦に頭を下げる。今までよく来てたけど、うちはもうここには来ないから。旦那さんがそう言って、奥さんはおかみを見た。おかみさん、余計なお世話だけど、こんな奴とはさっさと離婚した方がいいんじゃないですか？夫婦はそう言って出て行った。その話を聞いていた祖母はいつもとは違う表情で、どういうことなのか説明してちょうだい。と大将に詰め寄る。温厚な祖母がこんなに怒っているのは見たことがない。兄も怒っているようで、大将を睨みつけている。そんな兄を落ち着かせているのは兄嫁。両親も祖母と同じように怒っていた。大将はしどろもどろに、ちょっとした勘違いを。と言うが、私はそれを遮った。勘違いって何ですか？私が貧乏人に見えたから話もろくに聞かず、ガリだけ出して、おしゃれした祖母と兄が入ってきたらお客様扱いですか？それを聞いていたおかみも怒っている。あなた、ご予約のお客様が来るからテーブル席に案内するように言ったわよね。他にお客様もほとんどいらっしゃらなかったのに、そんな対応もできないんですか？すると、大将はおかみに向かって、うるさい！と一括。
いつもそうなのか、おかみはビクッとなって黙ったが、今度は祖母が、それに激怒した。あなた、何様なんですか？もうここから出て行ってちょうだい。契約の更新は来月よね。私はもう、更新する気はありません。兄は父に、ここの土地って、うちで貸してたの？と、ぼそっと聞くと、ああ、ここはばあちゃんの土地で、昔から貸しているんだ。と、父が答える。実は、祖母はこの辺りでは、有名な大地主で、私ですら祖母がどのくらい土地を持っているのか、わかっていない。大将は、青い顔をして祖母に言った。それは、困ります。申し訳ありません。ここを追い出されたら、賃料は高いところばかりだし、今更場所を変えるなんて。しかし、祖母の怒りは収まる気配はない。じゃ、賃料150万アップで、それなら更新しても構わないわ。祖母がピシャリと言うと、大将はうなだれた。祖母は続ける。お友達の旦那さんが、お店を開くって言うから、私は格安で土地を貸してあげていたのよ。それも、何十年も。でも、私の孫に失礼なことを言ったり、友人を困らせるような人に、同情する余地はありません。そこへ、兄が口を挟む。ああ、せっかく楽しみにしてたのに。家に帰って出前でも取るか。これ以上祖母を怒らせないようにしたいという兄の配慮だろう。そうね。これ以上いても無駄ね。母も兄に続いて言うから、私もうなずいた。祖母は大将に向かって、あなたとの付き合いは考えさせていただきます。契約のことは後日書面を送りますから。と言い、大将に背を向けた。八重子さん、皆さん、本当にごめんなさい。おかみは土下座しそうな勢いで私たちに謝ってくるが、私は大丈夫ですと言って店を出る。店を出て車に乗ろうとすると、車の鍵を席に忘れてきたことに気づいた。ああ、ごめん、ちょっと取ってくる。私が店に戻ると、お皿の割れる音が響いた。その音で、兄と祖母も戻ってくる。すでに車に乗り込んでいた両親や兄嫁も、後に続いて入ってきた。店のカウンターの中で、大将がおかみに手を挙げようとしていた。ちょっと、何してるのよ！私が思わずカウンターに駆け寄ると、大将が大きな声を出す。部外者は黙ってろ！そこへ兄が入ってきて、すかさずカウンターからおかみを連れ出した。私も車の鍵を取って、おかみと一緒に外に出る。ひとまず、うちの車におかみを乗せて家に帰った。おかみから話を聞くと、普段から DV をされていたようだ。でも、大将は外面がいいし、誰にも相談できなかったという。許せない！大将の何もかもが許せなくなった私は、そう声を上げたが、祖母に諭される。かなみ、落ち着きなさい。そして、祖母はおかみの方を向く。あなたはどうしたいの？すると、おかみは泣き出した。今まで離婚を言い出せなくて辛かった。できることなら離婚をしたいが、自分には住む場所も仕事も他にないから離婚なんてできないという。そんなの私に任せてよ。祖母は胸を張って言った。その後、おかみは落ち着き。本当にごめんなさい。お詫びにお寿司を頼んでもいいかしら？という。おかみは続けて、隣町の寿司屋で息子が修行してるの。寿司職人には憧れているけど、夫と一緒には働きたくないって言ってね、家を出て行っちゃったのよ。
息子は結婚して家族もいるから、押しかけるわけにもいかないし、心配もかけたくなくて、夫と離婚したいとも言えなかった。でも、今度こそきちんと報告するわ。という。しばらくすると我が家にお寿司が届いた。息子さんがわざわざ届けてくれたようだ。おかみはお寿司と花束を持ってくる。八重子さん、お誕生日おめでとう。そう言って花束を祖母に渡すと、祖母の顔がパーッと明るくなった。さっきは花束を買いに行ってて、お店を少し出ていたの。でもそれは置いてきちゃったから、息子に頼んで買ってきてもらったのよ。また今度改めてお祝いさせてね。祖母は満面の笑みを浮かべる。私たちはそのお寿司を美味しくいただき、祖母の還暦を祝った。おかみは祖母の計らいでしばらくうちに居候するそうだ。翌日、おかみのスマホには大将からの着信が何件も入っていた。おかみは離婚することを心に決めたそうで、祖母が弁護士を紹介することになる。そのあたりのことは私には難しくてよくわからなかったけど、おかみが作ってくれる料理が美味しくて、私はそれで満足だった。その後、祖母は大将への態度は変えず、土地の更新の話はなくなり、大将は店を失って出ていくことになる。それと同時に、おかみが DV の証拠を提出し、弁護士を通して慰謝料を支払ってもらい、離婚したそうだ。あの寿司屋がどうなったかというと、隣町で修行していたおかみの息子さんが独立し、同じ場所に店を出すことになったという。おかみは引き続き、息子さんの店を手伝うらしい。祖母は、この間のお寿司、美味しかったわ。と言って、破格の値段で土地を貸すことにしたようだ。息子さんは誠実そうな人だったので、問題ないだろう。しかも息子さんは、私の作っているお米を気に入ってくれて、ぜひ、私のお米を店で使いたいと言ってくれた。両親も兄夫婦も喜んでくれて、私もより一層美味しいお米を作ろうと努力している。そして我が家には嬉しいことが、なんと兄夫婦に第一子が誕生したのだ。元気な男の子で、それを祖母がおかみに話すと、ぜひお祝いさせてほしいと言ってくれたらしく、お宮参りの時にお邪魔した。私は自分の作ったお米がこんなに美味しいお寿司になるなんてと感動。寿司屋は大将が変わって前よりも繁盛しているそうだ。リニューアルしてカジュアルな雰囲気になり、若い人や普段の食事でも入りやすくなっている。周りは幸せなことだらけだなぁなんて思っていたところ、私は食事の帰りにおかみに声をかけられた。かなみさんさえよかったら孫を紹介させてほしいんだけど。その言葉に驚いたけど、私と同い年だというので、出会いのなかった私は胸をときめかせてうなずいた。紹介してもらうのが今から楽しみだ。